チャールズ・アーチャー・ヘフェロンは南アフリカ連邦の陸上競技選手である。1908年に開催されたロンドンオリンピックのマラソン競技で銀メダルを獲得した。ヘフェロンは1878年にイングランドのバークシャーで生まれ、防和戦争が終結した後に南アフリカへ移民した。彼は刑務所の監視として働いていた。 1908年のロンドンオリンピックでは南アフリカの代表としてマラソンと5マイル走に出場した。このオリンピックでのマラソン競技はイタリア代表だったドランド・ピエトリの劇的なゴールシーンとその天末でよく知られている。ヘフェロンはレース終盤のゴールまで残り1マイル半の時点でもリードを保っていたがシャンパンを受け取ってのみ。 さらに彼を元気づけようとした監修の一人に背中を叩かれた後、足がもつれて倒れてしまった。ヘフェロンは、ピエトリとアメリカ合衆国代表のジョニー・ヘイズの二人に抜かれて三番目にゴールすることになったが、ピエトリが係員の助けを得てゴールしたことが原因で失格となったため、銀メダリストになった。なお、5マイル総競技では予選を26分5秒0の 記録で2位通過した後、25分44秒0の記録で4位に入っている。8.04672km。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズマラソン2015年6月24日、閲覧。アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズ、メンズ5マイルラウンド12015年6月24日、閲覧。 アスレチックスアットザ1908ロンドンサマーゲームズメンズ号マイルフィナール2015年6月24日閲覧ありがとうございます